素晴らしいですね。S <S ね、彼女が本当にさらに成長して帰ってくるのが楽しみです。So、ね、それでは今からメッセージの時間です。So、this, なんかもう今日聖霊働いてますね。もうめっちゃ嬉しいです。So、はい、<that. S 2> そして、今日翔平がメッセージしてくれます。So, 翔,平 give the 翔平、子供が先週生まれました。Uh, <laughs> 大きな拍手で迎えましょう。Give a hand. みなさん、JMIX へようこそ Welcome to ix, everyone. 子供生まれました I have a child. もう世界で一番かわいいですねこんなかわいいと思わんかった本当にもう想像の斜め上いってますよ Just way above my imagination. なので若い人には早めに結婚をおすすめします子供超いいです、so cute. はい。そして証も最高でした本当に。 本当に神様働いているのを見るときに本当に感動します。Really so like、もう今日も最高になりますよ、みんな。彼女、really、のことを受け取っていきましょう。So、s <S ではね、今日の本当にもうめっちゃ一番大事なことをみんな話したいと思います。To 今日のタイトルはこれです。恵みの感動によって生きるです。 ね、本当に僕らがクリスチャンとして生きる時ももときに最も大事だと思いますで、ね、神の恵みっていう言葉は、ね、皆さん時々聞くと思いますね日本人はもう食べ物が大好きなので山の恵みとか海の恵みとかそういう言葉で聞くかな。 ここにいる人たちもたい食べ物のことばっか考えていると思います。You, you word, grace, でもなんかそれぐらいでなんかちょっとパッてくる人はあんまりいないですよね、恵みという言葉。なので今日ちょっと、ね、イメージにすると、so ね、神様の恵みというのはお布団みたいな感じ。

ねえもう時々仕事とかしてると、あもうここ布団あったらもう最高ないなと思います。<laughs> ね、もう布団に入っているとき、僕は何にもプレッシャーないです。あーっていう感じで。そしてその中にいるときに、ね、もう体が回復していきますよね、寝てると。And as ね、また、そして何かに守られているようなか安心感があります。ホラー映画とか見ているとき、みんなこうやって布団の中に入りますよね。何かに守ってほしいですね、そういうとき。大体、like ねまあ、いいイメージにすると僕の中ではそんな感じです。日本人はあんまパンピンとこないかもしれないけど、大体いい布団です、本当に布団。 この世の中には多くの気を,使わないこと気を使わないといけないことがあります。World, ね、そして、ね、僕らの内側が乾いて、いろいろな不安や落ち着かない気持ちによって、ね、僕らの内側がこう騒いでくるよ。そういうい時が あると思います。ね、そういう時にね、みんなに聞きたいのは、何があなたを癒して、あなたを回復してくれますか？ね、ある人は彼氏や彼女。ね、また趣味や、ね。ある人はもう仕事がもう。 もう僕の居場所だぜみたいな人がいるかもしれない。My place あんま気持ちはかあんま気持ちは分からないけど、私 <laughs>、ね、またね頑張っている自分かもしれないですね。あんま気持る自分にちょっと酔っちゃうみたいな感じの。あんま気いつの。間にか自分を満たすものを手にすることが人生の目的になってきます。ることが人生の目的になってきます。でもね、神様の恵みに生きるときに。 ね、僕らは本当に圧倒的なこの内側の道を経験しています。私たちはどんな状況でも喜び。でもどんな状況でも喜び。でも、どんな状況でも喜び。でも、幸せ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 。でも、う内側から湧き上がってくるんです。幸せ、ね。でも、幸せ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 。でも、幸 ねそれ以外のものによって僕らは満たされることないんですね。それがもしあるならみんな欲しくないですか、今日。今日欲しいと思った人は絶対手に入れることができるので。Grace, ね一緒に聖書から受け取っていきましょう。So、ポイント一番、これですね。恵みは神様の無条件で一方的な行為。Un もう一方的な行為。 もう嬉しいですねそれね。僕らが何をしたとかそのような関係ないんです。もうただただ神様が僕ら愛してくれたからねその中で生きることができる。ね僕らはねプレッシャーの世界の中で生きてますよね結構。ね部活や大学受験とかね就活。ねそして仕事。

前衛って結構もうこういうチャンスボールとかが上がってきたら決めないといけないポジションなんですけど。And あのこうチャンスボール上がってきて、そこら辺に先生いると、もう打つ前に、はい、いただきみたいな感じで言ってくるんですよ。で、so like, okay,、そう、so、いうのを言ってくるんですよ。で、それはプレッシャーやって。で、打った後に言ってくれよみたいな。

日本のアプレッシャーの中で生きて、どんどんそこに対する、ね、強さを身につけて、ね、そしてチャレンジしようみたいな。 Gonna be successful まあ体育会系の人はちょっと好きかもしれないですね。好きな人いると思います。People, really like、僕も時々まあそれで燃えることがあります。そして,成功して自分の力を証明しようみたいな感じで。そしてそれができない人は自分ができないんだと思う。 本当に実力主義の世界で自分の実力で判断されてしまう。Ability, ね、時にはいいかもしれないけどでもそれが全てになった時に僕らは本当にプレッシャーでしか生きられなくなってしまうだから今日皆さんに紹介したい神の恵みは。And so the, the grace of God. エペソン2の8から10に書いてあります。I'd like us to read about it in Ephesians 2, 8-10.、ね、あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から自分自身から出たことではなく、ね、実力じゃなくて、スキルじゃなくてもう完全に神様のからの賜物です、ね。行いによりません。誰も誇ることないためです。私たちは神の作品であって良い行いをするためにイエス・キリストにあって キリスストイエににによって作られたたののです神は私たちが良良い行いいい行行歩むうそをも,もっねえあなたの存在、あなたの実力で決まるんじゃない あなたの行いによって決まるんじゃない。神様がもう本当その恵みのゆえに、ね、ただあなたに与えてくれた。 But そしてあなたの存在を神様は最高だと言っています。い、ね、聖書の言葉を、ね、ちょっと何個か読みたいと思います。ね、めっちゃエキサイティング聖書する聖書の箇所なので、皆さん楽しみにしてください。はい、まず、イザイヤ43-4。ヤー43バーバン。 私の目にあなたは高価かであたっとえ私はあなたを愛している。Sight, そしてヨハネ11の12。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。 ね、そしてエレミア賞の29の 11, 29, 11.、ね、私はあなた方のために立てている計画をよくしているからだ主の見つけ、それは災いではなくて平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだ。

ね、もう本当にそれは素晴らしいですよね。だからもうあなたは最高の存在です。So ね、この前宝くじで1800億円当選したという人をニュース見ました。Like、ねえ、もうやばいですよね、1800億円。 僕は本当に恵みの方がすごいと思います。いや、欲しいな1800億円と思ったけど、でも恵みの方がいいですよ、みんな。ね、もうそれよりもっと価値であるものです。ね、そして、ね、こういう話をすると時々、いや、それは僕。 受け取れれななないいいよなーって思う人がいるかもし、really receive that ね、何か雲の上の話じゃないですかみたいな感じで。でも今日これ本当に受け取ることができるんです。それは実際に僕が受け取ることができたから言います。そしてまたクリスチャンのみんなに言いたいです。本当に受け取ってますか何度も聞きました、確かに。 何回も聞いたよと思ってる人いるかもしれないもしかしたら。Like, so、で僕はね本当にあのジャーナル変わってきたんですけど最近ね。ジャーナルが変わってきました。Aling, 唐突にごめんなさい。<Sorry. S 2> それは何で変わったかというと、どんな歌詞をジャーナルしても恵みを受け取る。 取れるということに気づいたからです。でもどんな箇所をジャーナルにしても結局恵みにたどり着けます。ね。

ね、そういう祈りからジャーナルが始まってました。でも気づいたのはジャーナルは恵みにたどり着きます、ね。ピンポイントで語られるわけじゃないかもしれない。 でももう恵みにたどり着いたらどうでもよくなりましたねそんな感じの。だから今日みんなの内側にもう一度聞いてください。So like、本当に恵みの中で生きているかそしたら本当に爆発しますよみんな And if you are, you。じゃあポイント2番入りたいと思います。Okay, ポイント2番、恵みが最優先です。 ルカの福井書10の38から 42,、um, 10, 42. はい。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。すると、マルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。ね、マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのために、せわしく立ち、働いていたが、そばに近寄っていた。主よ、私の姉妹は私、

She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came and said, Lord, don't you care that my sister's left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you're worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. ね、イエスはこの箇所で必要なことはただ一つだけだと言いました。それは、ね、イエスと共にいることです。そして、イエスと共にです。イエスと共にいなければ恵みを忘れ恵みの外に出てしとうからです。イエスとにいるっと大事なものイエスと共にいることす。そて、イエスいるかもしれない確かにイエス様とにいることです。イエスと緒にいることは大事です。そして、イエスと共にです。 大切なことはもっともっとたくさんあります。Saying, oh, ね、仕事や勉強や、ね、奉仕。弟子、ね、作りやタクの授業も大事でしょうという人がいるかもしれない <Or S 2>、ね。またライフグループもやらないといけないし。ね、確かにそれは大切です。それは僕らが、ね、本当にやるべきことだと思います。 でも本当に知ってほしいのは、あなたが神様と過ごせてないものそれやっても意味がない、ね。それらが重りになって、あなたが神様と過ごすその時間を持ててないなら、それを一旦置かないといけないです。ね、日本人はめっちゃ苦手だと思います。もう責任が強いですよね。 これも大事だし、これも大事だし。そして疲れ果ててね。僕もそういう経験がありますね。こう見えてちょっと忙しかったりする時もあります。その中で神様の時間を持てなかったり。 And times I 疲れすぎて、ジャーナルしても全然神様の言葉に集中できなかったり。こうやって祈りながら寝てたりしてましでもそのような生き方は僕らを恵みの外にね、踏み外させます。でもそのような生き方は僕らを恵みの外にね、踏み外させます。で、ね、本当に僕らは自分が思っている以上にその恵みの外から出やすいものです。 ね、だから僕はねもし神様との関係も十分に取れてないなと思うそのような時があったら、ね、疲れてて集中できないなと思ったら、ね、予定をキャンセルします、ね、また一旦,一旦寝まます布団の中に入って、ま、たね本当に大事だと思うけどタクシーとかね弟子作りも

ね、そのために助けてくれる本当にライフグループの仲間やリーダーがいます。ね、だからドタキャンでもや休みますみたいなのじゃなくて、ね、本当に自分と神様との関係のために、ちょっとね、そういう時間が欲しいですって言うなら全然 OK だと思います。またあの福音書の11章。 すべ、ね、て疲れた人、重荷を持っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.、ね、じゃあなぜこんなに恵みが優先されなければいけないんでしょう、so so ね、それは、恵みがないと僕ら神様の。 ね、歩んでほしい人生を歩むことができないからです、ね。僕ら教会に仕えて、本当に聖書の言葉に従おうとします。ね、聖書で恐れるなって言いますよね。ねいつも喜んでいなさい。人々を愛しなさい。ね、強くあれ。 それは神様の生き方ですよね。でも時々それを頑張りによってしてしまうんです。あの恐れないことを頑張りによってするのは無理です、マジで。よし、いし、恐れないぞって。よし、恐れいよし、恐れないぞやでも、やってる人いるかもしれない。でも、やってるしれない。よやってる人いるかもしれない。やってる人いるかもしれない。よし、やってし自分にも、自自問自答みたいな感じ。

だから恵みが必要なんです。ねこのこの神様の言葉、s word, <S 喜び、<His> joy, 恐れない。Says, ね、あなたは愛すことができるよ。人々愛することができるよ。Says, これらはもう恵みの上に立ってそこから力をもらってすることしかできない。だから恵みを最優先に持ってくるんです。 ね、聖書には努力と根性で強くなりなさいと書かれています。で、like, ね、プレッシャーの中でいければ強くなると書いてない。

またキリストによって今私の立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私は神の栄光を望んで大いに喜んでいますそればかりではなく観難さえも喜んでいますそれは観難が忍耐を生み出し忍耐が練られた品性を生み出し練られた品性が希望を生み出すとしているからですこの希望は失望に終わることがありません Amen. It says, "Through whom we have gained access by faith into this grace in which we stand, and we boast in the hope of the glory of God. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us." ね、最後に最も驚くべきね、本当に恵みを話したいと思います。それは福音の good news です、ね。神様は僕ら,このぐ僕らがこの恵みによって生きれるように、ね、自分の命までも僕らに捧げてくれた。God wanted us to live in this grace so much that He even gave His own life for it. 僕らにそれだけの価値があったでしょうか That's the kind of value that we had. 残念ながらないんです、本当は。 私たちは、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 私僕らは、私たちは、私、ね、たちは、たちは、私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 たちは、したち、ね、は、私たち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 は、私たたちは、私たちは、私たちは、たた で土曜日の授業の時、タクセイが授業があったんですね。でそしてタクセイの生徒に、ね、スイブル先生が語ってくれました。それを福井による僕らのアイデンティティについて。その中でめちゃくちゃ感動したのが、あの神の子供というアイデンティティ。 ね、それはなんかただ神の子供じゃなくて。天のお父さんが、イエス・キリストと同じように僕が愛してくれる神の子供供だって言っててたあの二軍軍神神のの子供じゃなくて一軍の,神の子だよと言ってままましした先週僕の娘が生まれました。

でこの写真、すごい僕の中で心に残っている写真なんですけど僕の妻はあのー、結構なかなかね子供生まれてこなくてもう予定日から本当に10日ぐらい過ぎてたんです。で、その中で陣、あのー、痛をねもう早めに産まないと子供がどんどん大きくなっていくと生まれなくなっちゃうから陣、ね、痛をこう促すような薬があってそれを使いました。 And if the contractions don't come then the baby will keep getting bigger and it will be hard to give birth and so they induced the baby. And um, the first day after being induced she was having contractions but it wasn't leading to labor. But because of the medicine she was having contractions and it hurt a lot. The she was having contractions but was

生ま,生まれなくてもう一回、促進剤使おうかみたいな感じになって。でもうリカはもももも,ももううう痛みこれれれ耐えららなないいいいいかを切切開ににしししたたたっっってててて話で僕そそががと思お腹赤ちゃんが出てきました

そしたらもう目のとこか,からね、もう顔がパンパンに腫れてて、so えー、どうしたのこれって言ったら like,、ね、先生からなんかね、もう麻酔に使った薬でもうアレルギーが出てる。The, um, they, もうトリプルパンチみたいな感じで、like、出てきたら本当にボロボロになってました。Like really、でもね、mm hmm. その状態で病室にいました。 そしていろいろね僕の娘はねこうなんかいろいろ体とかをきれいにしてもらってこう病室に連れてきてくれて先生が was、like ね。これはリカが初めて、ね、彼女を抱いた時の写真なんですけど。これはリカが初めての状態で、ね、初めて彼女がそこに抱いた時の写真 ね、もうパンパンになって、ね、もう表情分からないんですけど。彼女が涙を流したんです。ね、こんなに苦しんだのに。彼女あの,の出産でこんな苦しんだのに。ねも、本当にそこに出会えた喜びと感動でもう涙を流した。 But the joy of being able to finally meet her daughter, she just couldn't stop crying. And to save us, Jesus went to the cross. He suffered for us. He physically was torn apart. And He kept loving us. ね、本当に僕ら受け取ったのは、もう、イエス・キリスト僕らに出会った時に涙流してくれる神様だと受け取ったんです。ここまでできるのは、僕の子供がリカの子供だからです。Is because of this baby. イエス・キリストがそこまでできたのは、僕らが神の息子娘だからです。この福音は いつもあなたが神様の子供だということを証明します。子供じゃなかったら、なんか別にどうでもいい存在だったら、十字架なんかかかれない。あなたが子供だからこそ。でイエス・キリスは十字架にかかってくれいや、いねそして僕が彼女を見て、ね、最初に生まれた彼女を見て思ったのは、 あもう絶対守りたい。私は、like,、私は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 、私 t 自分の経済状況 happy, を持っていない。私、ね、は、私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 ったは、私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 は、 もう初めてその思いをまたさらに気づいたんです。今日の恵みの中で生きてください。イエス様良い神様です。あなたを責めない。だから今日、どんな状況にいる人も。

自分の力でが頑張ろうとした。自分の力で頑張ろうとした。自分の力で頑張ろうとした、ね。自分の存在らないと。自分の存在がないんだ分の努力いと。何か自分人がいるかもてしまうね、自分が努力しないと。何か自分の人生が悪くなってしまうそう思ってた人がて力しれないでも今日神様と。か自分の人生が悪くなってしまうと。自分の人生が悪くなってしまうと。 ああなななたたののの力力じゃない神の力によってあなたの人生を進んでいることができますだかから今日イエス様はあなたたたの恵みに入りたいね目を離してたかもしれないでも今それを思って神様入りますと言うなら今,今日その中に 飛び込むことができます。だから今そう感じる人。今いたら手を挙げてもらえますか。You, あなたのために祈ります。ますありがとうございます。<Thank you. S 2> ありがとうございます。<Thank you. S 2> あなたのために祈ります。イエス様。<Jesus. S 2> あなたの恵みは私が思ってたよりも大きいです。 イエス様、あなたの恵みは本当に想像がつかないほど広いものです。So、今日は、私は自分の力で生きようとしていた。でも、イエス様、今からあなたの恵みの中で生きていきたい。Jesus, now, だから、すべてをあなたに委ねることができるように。I I 神様、助けてください。God, 神様、私に触れてください。

ねたとえすべてがわからなくても、もう一箇所しかわからなくても、今日あなたはイエスキリストともに、歩み始めることができます。ねだから今日お話を聞いて、そして、今日は話を聞いて、そして、今日は話を聞いて、そいて、本当にイエス様がいるなら信じて歩んでみたい,ねそ,ういうそして、またもう一つ。

今日神様の恵みの中に入りたい。Today, 自分はもう限界だけど。You know limit, イエス様と共に歩みたい。ありがとうございます。<Thank you. S 2> みんなために祈ります。Okay, イエス様。 今日あなたを信じます。イエス様あなたが息子だって言ってくれたから。イエス様あなたが娘だって言ってくれたから。神様今日それを信じます。今宣言します。僕は。 I am, I am a child of yours.、ね、I don't want to leave that again. 一人一人 Jesus, I ask you to enter the heart of each person who raised me and that you would walk with them. Yes, son, In the name of Jesus, I pray. Let's give God praise. そして最後に宣言文を読みたいと思います。Finally, もし緊張とかドキドキで手をげれなかったとっいう人もこれ読んだら同じことが起こるのでぜひ読んでみてください。じゃあ日本語からいきます。せーの。イエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。